21日ウエスタンリーグ広島2の5中日 U2 軍に再合流した中日ブライト健太外野手が先制のセーフティースクイズで再出発した互いに無得点の4回一死に三塁3ボール1ストライクから広島のドラフト1位新人常広の真ん中直球を一塁側に転がし シャイナーの失策を誘った、11日に今季初の一軍昇格を果たすも、9打数1安打で17日に出場選手登録を抹消された、いろいろなことができて初めて試合に出られると思うので、またしっかりやっていきますと力を込めた。